埼玉県川越市、スーパーに隣接しているお団子屋さんでチョコバナナも始めたそうです。よくできてますね、面白くて目に留まりましたと。へえ、お団子屋さんでチョコバナナですか。可愛いですけど、なんかこういうキャラクターいそうですね。バンガサ持ってるじゃないですか。和なんですか。へえ、左の子はきっと女の子ですね。おてんば娘って感じしますね。ねえ、で真ん中の子が何ですか。アロハ、帽子かぶってるのでアロハな感じがします。で右の子が何だろう、お目目が大きいですね。びっくり仰天の歌ってそうな感じ。こういうチョコバナナ屋さんあったらいいですね。ポケモンにいそう。確かに、何だろうこれ、何ですかこれ。ちなみにスタッフさんもポケモン好きなんですよね。何ですかこのポケモンだったら。これ何だろう、ウソッキーとか違うかな。何だろう、フォルムはちょっとウソッキーっぽいですけれども、これポケモン何タイプでしょうね。でもリグだ、リグ、確かにダグドリオ、私も思いました、ダグドリオですこれ。これだ、でも地面っぽくないですか。確かに色が。で、あのバナナので草地面どうですか。ウソハチ、なんだろうこれ、気になっちゃいますね。まさかにドラゴンだったりして、弱そうかな。ドラゴン地面とか氷タイプ抜群ですね。タイプ一致でどうしましょう。え、地面とドラゴンだったらちょっとどうなんでしょうね、うん。いや、陽気なお団子屋さんのチョコバナナでした。ありがとうございます。では続いて、受験生の方はしっかりと体調管理を行ってください。それでは受験生の皆さん、頑張ってきてください。